はい、ヨトロというわけでラフトン機械のアタックです。今回はドワンザク試験となります。さて、まあどんどん実況していきたいと思います。では、組み合わせとしては、まあ2025、ウィンガンダムフェニーチェと、フラマガンダムですね。で、相手シナギサイか、相手シナギサイとフラマガンさあ、まあ返されるんだけど、この薙刀回しどう見てもあのビダールより強いよなっていう感じはある。さあ振ってくる、はい、ゲロビで返され、さあフェニーチェ確定して、まあこっちはちょっと逃げ、まあ逃げつつの、まあ闇打ちって感じでフェニーチが発見したっていうのが、さあ落ちて、さあエキセント測ってきてファイティング、さらにランジスタインを追っかけもフラマーを追っていく、さあ見てねえからもう勝ち技じゃなくてもという感じで、さあランジスタインに当たってめっちゃ減る生手だった、しかもさあ一発、さあ俺は見ろと言って振っていく、たまらずフラマガンダム覚醒して、さあ両方ともエフカッティ入って、エフカッティ入って、さあ投げ方はさすがにきつい、さあ残り500コスト、さあ全体覚醒して一発ぶつけるけどメインを切って、さあなぜか覚醒がたまるさあ勝ち、縦抜けて、そ縦したけど、そのまま横と前角ぶつけ、速射からの前角、前角当ててからのドアの整形突きで落ちきる。まあ、これはひどかったなっていう、作成たまるのかって正直思います。さて、次の試合行きましょう。さあ、次の試合、ビダールと、組んで、シナグサインと、アマとなります。前が遠い、まあ、シナグサイン本当に多い、あの修正もらったってシナグサインめっちゃ増えましたというのも、なんだろう、まあ、ニーゼルとしてはやっぱ回転したいっていうのもあるんだけど、やっぱそれなりに強さはあるなって感じ。さあ見られてねえだろ、じゃあ行って思ったけど多分横だけで飛ばしたんだろうね。さあビダールが行くけど、まあこっちはシナンジスタイン行きましょうって感じでシナンジスタイン落として終了。正直ビダールが巻き込まれちゃうのびっくりした、やっててさっといったところで今回の実況以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。